とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、デイリークエスト行きます。最近入手したこのヤギの装備だね。これの上位バージョンが欲しいんだよね。クールダウンが一つついて、稲妻フォーカス。まあ、最悪その二つでいい。クールダウンと稲妻フォーカス。それがついた、35% 軽減がついてる防具。それを探してます。パワーは260以上。だね。とりあえず今日はここ、行きます。クリア報酬でもらえるやつは、パワーが256か7が上限だと思うので、まあ、撃破報酬そっちの方で、傭兵、シュルカー、そして狼。まあ、傭兵の、こっちだな。この装備のいいやつが出てきてくれればいいと思います。反逆者だね。では、行きます。では行きましょう。変更点は、矢が苦痛の矢になるってやつと、近接モブがベビーゾンビになって、モブの速度が 30% アップ。まあまあまあ、なんとかなりそうな感じだよね。まあ、あとあと、どんな変更点がついてくるか、それによる。もう、とんでもなくエグいやつが来たら、もう、それはさすがに無理よ。でも、そうでもないならば、いけるんじゃないですか？うん。ここはね、ボスもいないし、余裕でしょう。まずはちょっとね、デスバーターを発動させたいのよね。デスバーター入れたい。よっしゃ。オッケー、あ、オッケー。矢も手に入ったね。ということは、つけてから矢を取ればよかったか。なってるか。あ、なってない。つけてから矢を取るべきだったな。オッケー、まあまあ。すぐね、矢は出てくると思うので、そっから、増殖をしていきましょう。はい、来い。ベビーゾンビになるってことでちょっと嬉しいよね。めんどくさいクリーパーとかそういうやつにならないんで、まあ戦いやすいかな。はい、雷ワンパン。あと1回か。あ、いや、終わった。あ、終わったね。ここでデスバーターは発動した。 OK。で、しかも矢が出た。ナイス。オッケー、ここで、矢を無限増殖して、先に進んでいきまーす。まあ、1000個ぐらいあればいいかな。キャプテンがいない。まずいな。出てこないかもしんない。で、このね、やっぱ普通の矢素晴らしいね。普通の矢はね、おぉ、やっぱ素晴らしい。ホルンをつけるよりも全然敵をね、近寄らせないもんね。これはすごいわ、やっぱり。もう、普通の矢がついてて、さらに、カバン2つだからね。火力ももう抜群。やばい、これ完全にいないわ。もうね、エリトラ取る場所の手前まで来てるけど、一匹もいない。いや、いたいたいた。キャプテンの名前が一瞬出たぞ。いや、どっかにいる、どっかにいる。キャプテンの名前が、え、ちょっと待って、一瞬出た。こっち側か、こっち側か。いた。よし、いいぞいいぞ。うわっ、 OK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 。ちょっときついけども倒せる。なんだ、脅威増加 OK。 脅威増加は全然 OK です。よし、まあ、この調子で、あと5体、え、いる？もうクリア間近なんだろうけど、いるかな。いた。しかも超倒しやすい場所。なんだ、うわ、モブの HP70%、 あ、 70% ならまだマシだね。普通に 100% 以上
上がるからさ、それ考えるとまだまだマシな方だわ。オッケーオッケー。でまだ一回も死んでないんで全然クリアいけるよ。エリトラゲットした。こっちに、あ、いや、ここは違うね。うん、ここは強制戦闘のところだから出ないんだよな。いや、2体だけか。うん、まあこういうこともあるよね。でも2体でも確か撃破報酬は出るんじゃない？ 2 体でも。うん、まあその報酬にちょっと期待しましょうか。3つか。旗3つでしたね。もうないよね。この先はもう確か、ゴールだったと思うんで。ああ、ゴールだ。旗3つです。まあまあ、うん、見つけた方じゃない？あ、ああ！先の見えない一歩。忘れてた。幸運をつけるの忘れてた。失敗した。これね、絶対失敗しちゃダメなやつなのよ。幸運つけ忘れっていうの。うわー、ひどいな。こりゃひどいな。まあいいやつが出てきてくれれば問題はないんだけども、幸運なしじゃ結構ノーマル品多いんだよね、報酬って。どうだ、最初が確か武器だったと思う。はい、なんだ、スイフトストライク。あ、まあまあユニークではあるけど、254か。よし、撃破。3体しか倒してないけど、何出る？トリックボー！ショーボーイ！はい、ということで、戻ってきました。トリックボーもちろんいりません。で、スイフトストライカーは？いらないな。いらない。これもうお供え物にします。はい、ということで、またね、デイリーやっていきます。今回結構楽だったけども、楽じゃないところがほとんどなんで、まあ、気合入れてやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。